この大前提を理解しておくと、今日これから説明するところが、思えなくても自分で考えて、多分こっちだろうなっていうふうに予想できるようになります。仕組みとかを理解していれば、丸暗記しなくても自分で考えて答えを出すことができます。配偶者短期居住権って登記制度あると思いますかないと思いますかこれちょっと予想してみてください。 ね、ここまで制度の趣旨を理解していればもうこれは予想して答えが出せます。ただ大吉の趣の不動産大学配偶者居住権テストに出そうなところ大予想編ということで、えー、今ですね3回目になります配偶者居住権なんですけれども1回目と2回目で大体いい概要については理解いただけたんじゃないかなと思います。でここからはちょっと試験にですねどこが取材されそうかっていうところをですねちょっと予想しながら重要なところを解説していきたいと思います。ちょっと前回までのおさらいなんですけれどももしちょっとまだ前回までの動画を見てないという方いらっしゃいましたらぜひちょっと見てみてください。 あの配偶者居住権と配偶者短期居住権の違いについてですね、徹底的に解説してますんで、前回の動画、ちょっとこの辺に出しておきますんでですね、ちょっと見てください。で、ちょっと簡単におさらいします。配偶者居住権と配偶者短期居住権というのが、まあ、2種類あるというお話をしました。で、この2種類の違いがとっても重要だというお話をしました。配偶者居住権というのは、ただで死ぬまで住む権利。で、配偶者短期居住権というのは、遺産分割協議が終わるまでか、相続が開始したから6ヶ月のどちらか長い方 ままででむことととががきるといいいうう権利という違いがありますで最大の違いは配偶者短期居住権っていうのは自動的に与えられます。な何の対策もしなくても何の準備もしなくても自動的に権利の方が取得できます。に対して配偶者居住権っていうのは何の対策もしなければ 手に入りませんよっていう話をしましたね。ここはあのすごく誤解している人が多いっていう点なんですけども、配偶者居住権っていうのは権利は創設しましたけども、その権利は自動的に与えられるものではなくて、3つの対策のうちどれかを取らないと手に入らないという話をしました。覚えてますか遺産分割、遺言書、死因贈与。この3つのうちどれかの対策を取らないと、配偶者居住権っていうのは配偶者に与えられません。 まあ、現実問題として、まあ、遺産分割で与えるっていうのは基本的に揉めてるから難しいっていう話をしましたし、死因増用っていうのはあんまり使うことが少ないっていう話をしました。だから、現実的には大体遺言書です。遺言書に配偶者に配偶者居住権を与えるっていうような内容の遺言書を、今、旦那さんの方が死ぬ前に書いておかないと、 の残された奥さんの方は配偶者居住権を取得することができません。これが大きな違いです。だ要は簡単に言うとですね、配偶者短期居住権というのはですね、もう本当応急処置です。基本的にこの権利を作った、要は学者さんとかですね、そういう偉い方の考えとしては、基本的には配偶者,者短期居住権を作って今、あの、奥さん、自分が死んだ後の奥さんのためにちゃんと対策取ってくださいねっていうのが大前提なんですよ。 ただそうは言っても、ここまで言ってもですね、遺言書を書かない人多いんですよ。なので、最悪遺言書を残さずに亡くなっちゃった場合に、配偶者の方は困らないように、そういうまあ無頓着な人も多いですからね、そういった場合に、最低でも6ヶ月は保護しましょう。何の対策も取らなくて死んじゃったとしても、配偶者の方かわいそうなんで、あの必ず保護されるように、6ヶ月、最低6ヶ月、もしくは遺産分割協議が終わるまでどちらか長い方までは、 配偶者の方、亡くなった方の所有していた自宅に住んでいた場合に関しては、保護してあげましょうっていう、まあ大き処置ですね。要は簡単に言うとその6ヶ月の間に、まあなんとか自分でしてくださいねって、まあ老人ホームに入るなり、賃貸借りるなり、その6ヶ月あればなんとかなるでしょっていうことです。っていう、まあ権利なんですね。この大前提を理解しておくと、今日これから説明するところが、覚えなくても自分で考えて、多分こっちだろうなっていうふうに予想できるようになります。これはポイントです。全部覚え出すと大変なんですよ。 民法ってただ、重要なところ、なんでこの権利を作ったのかとかで,ですね、仕組みとかを理解していれば、丸暗記しなくても、自分で考えて答えを出すことができます。そういう風にすると、暗記する、暗記しなければならない場所っていうのが、すごく減ります。これがすごく権利関係の勉強ではとっても重要なので、覚えておいてください。で今日やりたいのは、配偶者居住権の試験に出そうなところの予想語ということなんですけども、私の考えではですね、この配偶者居住権と配偶者短期居住権ってあるじゃないですか、2種類。それぞれぞ 微妙に要件とかが違うんですね。あの、取り扱いが。その違いに引っ掛けて問題を出してくるんじゃないかなと思います配。配偶者短期居住権の要件なんですけども、それを配偶者居住権に当てはめて、これで丸か罰かみたいなですね、問題を出して引っ掛けてくるんじゃないかなという気がします。配偶者居住権と配偶者短期居住権の違うところですね、相違点をちょっと今日やっていきたいと思います。はい。まずですね、要件です。要件。要件というのはその権利が成立するために必要な条件ですね。 のことです。配偶者居住権と配偶者探求居住権大体共通しています。まあ基本的には亡くなった方の所有に属していた建物に。 あその配偶者の方が相続開始時に住んでたかどうか。住んでいれば、まあ、配偶者居住権も、もともと対策をっていれ認められますし、配偶者短期居住権の方も自動的に認められます。結局、配偶者の,あの亡くなった方の所有に属する建物に住んでなかった場合は、逆に言うと認められません。例えば、例えばじゃ賃貸の場合ですね、賃貸。いや旦那さんが賃貸でアパートを借りていて、そこに一緒に奥さんも同居していたというような場合に関しては、 配偶者居住権と配偶者短期居住権というのは成立しません。賃貸ではダメです。はい。これはまず一つですね。賃貸ではできない。ただ、これは両方共通しているので、あんまり問題として出、あの、試験として出題される可能性は低いと思います。出題される可能性が高いのは次の方ですね。共有。共有。共有って何かっていうと、一つの建物を二人以上で共有し,している状態、所有している状態を共有っていうんですけども、基本的に、あの、亡くなった、例えば亡くなった方は旦那さんだとしてですよ。旦那さんが 単独で持っていた家に住んでいた配偶者の方であれば配偶者居住権も配偶者居住権も認められますですが,ですが例えばですよ亡くなった方が所有していた建物は旦那さんの名義だ単独じゃなくて旦那さんと旦那さんの例えば兄弟が例えば 50%50% 50であの共有してるっていう場合があるんですねそういう場合に関しては配偶者居住権は認められませんなんでかっていうと一緒に共有している旦那さんの兄弟が迷惑するからなんですよ これはもうしょうがないです。あくまで単独で持ってる場合ですね。旦那さんが。ただし、ただしですよ。ただし、旦那さんと配偶者で共有している場合は大丈夫です。旦那さんと配偶者で自分。配偶者という配偶者居住権を取得する配偶者のことですよ。まあ、影響ないじゃないですか。自分自身で半分持ってるわけですから。その共有は例外的に大丈夫です。ただ、旦那さんと別の誰かとが共有している場合、持ち分に関係なく共有している場合に関しては、その人に迷惑がかかるので、配偶者居住権は成立しません。 ただ配偶者短期居住権は成立します。ややこしいなと思いますよね、ややこしいなと思いますよね、これ丸暗記する必要ないんですよ、ないんですよ、なんでかっていうと、配偶者短期居住権っていうのは、さっきも言いましたけど、あくまで応急処置なんです、ね。そんな長い間認めてあげるのは権利じゃないじゃないですか。6ヶ月か2、3分割距離が終わるまでですよ。だからそれぐらいの間、共有者我慢してあげてくださいねってことなんですよ。 でなんとなくそれ理解できますよね。配偶者居住権っていうのは、ただで死ぬまで住まわせるっていう権利ですから、大迷惑なんですよ、共有し,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 してる人は。冗談じゃないって話になるんですよ。だから、共有建物なん、共有してる建物に関しては、配偶者居住権を認めてあげるわけにはいかないんですよ、普通に考えて。ただ、配偶者短期居住権じゃ短期ですから。ね、まあ、6ヶ月ぐらいですよ。待ってあげましょうよって話ですよね。共有してても。だから、こっちは共有してても OK です。この違いが出ます。だ配偶者居住権は、 共共有有ししてててるとでですすただ配偶者短期居住権は共有してても大丈夫ですこの違いが出ます違い出るんですけど、ここは丸暗記しなくても、制度の趣旨を理解していれば、自分で考えて答えが出せます。ここがすごくポイントです。丸暗記しようとしないでくださいね。制度の趣旨を理解すれば、予想して答えが出せます。別に期間ですね、期間。まあ、期間もさっきから喋ってますから、簡単に言いますけど、配偶者短期、配偶者居住権っていうのは、基本終身です。死ぬまで。基本は死ぬまで。ですが、 遺言書で定めるときに、例えば2年間、3年間、4年間とか2で期間を定めればその期間になります。だここはもう自由に期間が決められます。で配偶者短期居住権の方は6ヶ月かもしくは遺産分割協議が終わるまでどちらか長い方まで有効という形になります。はい。それは期間ですね。まあ、ここはもう多分さっきから喋ってるから、まあなんとなくもうわかると思いますので、ちょっとすぐ行きますね。次、当期。 登記っていうのはとあの不動産登記簿っていうのはですね、まあ、国が管理してる台帳みたいなのがあるんですどの。どの建物を誰が持っているかどの土地を誰が持ってるかっていうのを国が管理してるんですね。そそういう管理してる台帳があるんです。まあ、今デー,タデータベース化してますけどもそれを登記、登記簿っていうんですけどもこの権利を登記できるかどうかっていうお話なんですけども配偶者居住権に関しては登記できます。というか登記をすることによって第三者とかに対抗することはできる。登記をすることによっていや私配偶者居住,居住権持ってますからっていうふうに他の方に言えるってこと です、ね、あの陶器すると非常に権利が強いんです実務的な取り扱いとしてはこれ、登記って土地と建物と別々なんですけども、配偶者居住権っていう登記を入れるのは基本的に建物らしいです。今のところの運用の基準としては、というふうに出てるみたいです。まあ、これ多分テストに出ないと思いますけども、土地と建物とあるんですけど、配偶者居住権の登記を入れるのは建物だけらしいです。まあ、これちょっと豆知識ですね。対して、配偶者短期居住権って登記制度あると思いますか、ないと思いますかこれちょっと予想してみてください。 ね、ここまで制度の趣旨を理解してればもうこれは予想して答えが出せます。あくまで応急処置なんですこれ。だからわざわざ登記なんていう制度はありません。だからこっちは登記ないんです。配偶者短期居住権というのは登記ありません。これは登記があるのは配偶者居住権だけです。登記がないっていうことはどういうことかっていうと、まあ、第三者とかに対抗することはできないんですね。万が一建物売られちゃってその建物を買った第三者が来て「お前出てけ」って言われたらもう対抗できないってことですね。 はい、だからそんなに強い権利じゃないんですよ、配偶者短期居住権っていうのは、あくまでもう応急処置なんで、もうそのまあ6ヶ月の間に、まあ、そこを相続して取得するなり、もう相続して取得できないんであれば、まあ、どっか出ていくところを探すっていうです、ね、そういう期間に当ててくださいっていうものなので、わざわざ登記という制度はありません。これも予想して、まあ、の答え出せると思います 今回の動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録していただければ不動産大学それだけで入学できますので、えー、このチャンネルで,はです、ね、とりあえず、宅建ですねまずは宅建の試験対策動画を積極的に上げております。まあ、今後マンション管理士、行政書士あと管理業務審査等もやっていく予定ですけどまずは宅建ですね。宅建の合格に必要な知識、 勉強の仕方、いろんなノウハウをですね、この動画でどんどん発信していきたいと思います。どちらかというとこれ学習とか授業の動画じゃないです。もうエンターテイメントとして考えていただければ一番いいと思います。もう簡単なんかなんとなくですね、楽しみながら見れる動画にしたいなと思ってますので、あんまり堅苦しいあの弁護士とかがよくやっているような法律解説の動画にはしたくないので、できるだけ一般の方が見て、まあ、ちょっと楽しく学べるかなという風な。 まあ、もうところを目指しておりますので、まあ、ちょっと緩めな感じで見ていただいて、まあ、繰り返し見ていただくことでまた頭の中にも覚えていけると思いますのでぜひそういった形で活用していただければと思いますということでではまた